何になるのマカロニさん、丸山直、未来パブリッシング。何になるのマカロニさん。今日は太郎くんの誕生日。お友達もやってきて、パパは美味しい料理を作ろうと帽子をかぶって準備万端です。台所では食べ物たちが、私はケーキになりたいわ、僕はポテトサラダがいいなと、何になれるかワクワクドキドキ、僕は何になろうかなとマカロニさん。僕はクリーミーでチーズたっぷりのグラタンになりたいな。マヨネーズたっぷりのマカロニサラダも素敵だわ。マカロニさんは一体何になるのかな。パパはトントンコトコトたくさん料理を作っていきます。でもいくら待ってもマカロニたちの出番はやってきません。大変だ、このままだと誕生日にマカロニ料理が出ないぞ。よし、みんなで料理されに行こう。糸に通され、スルスルスル、目指すはお湯がたっぷり鍋の中、マカロニロニロニ。鍋にたどり着いたマカロニさん、よし、僕が一番乗りさ。ドッポーン、パチパチパチ、あっちちちち、助けて。なんと鍋の中は油でした。これではカリカリになってしまいます。マッカローニローニローニ、今度こそお湯がたっぷりの鍋にたどり着きました。さあみんな、湯がかれようじゃないか。グツグツグツ、お湯加減は最高です。お湯から上がるとみんなプリプリ、とっても美味しそう。するとそこに意地悪な猫がやってきました。まああんたたち、今日の料理にマカロニはいらないのに勝手に茹で上がっちゃって、きっとゴミ箱に捨てられるわね。あそこは暗くて臭いのよ。それにあんたたちもあそこに捨てられたら腐ってすぐにカビだらけよ、にゃっは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 。と猫はマカロニたちをいじめて帰っていきました。そんな、捨てられたくないよ、みんなにおいしく食べてもらいたいだけなのに。こんなにプリプリなのに腐りたくないよ。マカロニたちは泣き出してしまいました。そこにパパがやってきました。あれ、どうしてこんなところにマカロニが茹でてあるんだ。パパは少し考えると、マカロニたちを袋に入れてしまいました。パパ、僕たちを捨てないで、ゴミ箱なんか行きたくないよ。けれどマカロニたちの声はパパには聞こえません。パパはマカロニたちを抱え、ゴミ箱の方へと向かいました。でも着いたのは太郎くんたちのところでした。そしてパパは太郎くんたちに何かを頼みました。ゴニョゴニョゴニョ。太郎くんたちはマカロニたちをもみもみもみ。わあ、何するんだ、きっと僕たちをまとめて捨てる気なんだ、助けて。もみもみもみ、マカロニたちはまん丸くなってしまいました。そして薄く伸ばされて、赤いソースをペタペタ、チーズにトマト、バジル、ベーコンが乗っかって、オーブンに連れて行かれました。チーン、オーブンから出てきたのはこんがり美味
しいピザに変身したマカロニたちでした。いただきます。みんなで作ったピザはとっても美味しくて、もぐもぐもぐ、誕生日会は大成功。よかったね太郎くん、マカロニさん。おしまい。